ネバーエルプロダクションプレゼンツ、7月31日水曜日夜8時ネバーエールプロダクションプレゼンツうたじょ、お聞きの皆さんこんばんは。メインパーソナリティの純香です。この番組はアイドル、シンガーソングライター、演歌などさまざまなジャンルの女性歌手が集まりお送りする番組、それがうたじょです。歌やトークで音楽業界のみならず毎回いろいろなテーマや話題を発信し、伊豆の町から日本中へ歌女たちが盛り上げてまいります。それでは番組を一緒に進行します3人の歌女をご紹介します。はい、一緒に進行させていただきます。パーソナリティの根本萌音です。よろしくお願いします。はい、同じくパーソナリティの夏美シャトンヌです。よろしくお願いします。はい、同じくパーソナリティの伊藤さくらと申します。よろしくお願いします。そして番組をメインで引っ張っていきます純香です。よろしくお願いいたします。さてオープニングコーナーを始めさせていただきたいと思います。はい、うたじょのおすすめコーナーです。はい、さて今日のおすすめなんですけれども、うん、はい、誰から行きますか？これいつもね、シーンとするそうみんなキュンとするみたいな。誰から行く、誰から行くどうしようかな、じゃあ私から行こうかな。お、はい、はい、夏美シャトンヌの、おすすめは、今月7月は男飯をおすすめしようと言ったんですけども、うん、今週は甲州広場という場所のワンタン麺です。おー、ワンタン麺知ってますか？ご存知ですか？みんな知らないですね、きっとあのね、ワンタン麺をこの前初めて食べたんですよ。で、ワンタンがすごく好きで、ワンタンとラーメンになってて、その麺も楽しめるし、そのつるっとしたワンタンも楽しめるし、しかもあのすごいリーズナブルなんですけど、ボリューミーで本当にお得で、で、味が塩と醤油かな、確かがあったんですけど、私は醤油を食べたんですけども、すごいもうどっちも食べたんですよ、うん、本当に美味しくって、もうそのなんだろう、ワンタンが本当好きなんですけど、その初めて食べるんですよ、このワンタン、美味しいワンタン、このなんていうんだよ、生っぽい、なんかごめん、ね、ちょっとすごいテンション上がっちゃってる一人一人だけなんかもう周り信じてるけど、私はなんだろう、あの汁の中に入ってるから美味しいんじゃない、なんだろうね、いや、それもあるんだけど、そのつるっとした喉越しが、うんうん、え、こんなワンタンあるみたいな、これか、ね、そう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 、ありがとう、調べてくれてて、スマホでちょっと調べたんですけど、美味しそう、なんかこう平べったいワンタンとはなんか違うんだね。そうなの、そうなの、ポコッとしてる、すごいね、今見たからねいやだけど、ワンタンも、うん、なんかほら、具の厚みっていうか、少ないところと多いところでつるってする感覚が違うと思うんだけど、そこは多いの、具が、うん、すごく多くて、多いんだ、身がギュッと詰まってて、なのにそのワンタンの皮っていうんですか、それが喉越しがつるっとしてて、すごい、本当に美味しい、もう本当におすすめ、おすすめしたいです。いいな、そう、そうそうそう、早速ワンタン食べたくなっちゃった、ありがとうありがとう、そうね、シャトンヌのおすすめは甲州広場という、ね、甲州広場、そう、私は新宿に行ったんですけども、なんか中目黒とか、あの、そうそう、町田とか、結構いろんなところに、あ、結構あるかも、そう、結構あるんだよね、行ったことある、私、五反田の方にもあるよね、五反田にもある、行ったことあるかも、そうそうそう、結構あります、ワンタンは食べてなかったかもしれない、すごいボリューミーで、多分そう、男性の方でも女性も本当に食べやすいと思います。あ、すごい、あのね、東新、新宿東口店、行列ができるらしいですよ、そう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 、すごい、そうなの、そうなの、そう、いつもね、行列なの、あ、そうなんだ、そうなの、そうなの、気になってきた、ぜひ皆さん、甲州、甲州広場ですね、行ってみてください、よろしくお願いします。はい、じゃあ麺つながりでいいですか、私、麺つながり、私は最近うどんにハマってて、お、そう、なんかね、中尾知ってる、中尾、中尾知ってるよ、中尾になんか最近毎日のように行ってるんですよ。え、そうなの、なんかたまたま近くにあるのもそうだし、え、一人で行くの、そう、モネちゃんが、うん、そう、おそう、意外とね、一人でがっつり食べるの、へー、
そうで、その中あの私の大好きな水木奈々さんがたまにねコラボしてたりもしてるんですけど、その中尾であの夏になったのでおろしのすだちおろしのうどんが出たの。もうそれがね大好きでいつも食べてます。美味しいよね、なんか夏になるとなんかさっぱりしたうどんとかさ、美味しくて、なんか最近コンビニでもあのおろしのうどんとかきしめんとかも売ってたり、そうなんかねそういうさっぱりしたのが今ハマってます。おー、美味しいよね。そうそうそう、同じ麺つながりで、まあラーメンとうどん、うどん、はい、両方なんかどっちにしようと思って、私高知だから結構食べるとしたら昔からうどん屋さん多かったんだけど、東京に来てからうどん屋さん少なくって、あら、なんか機会がなくなっちゃってね。そうなんだ。でも釜揚げじゃないや、丸亀、なんだっけ、丸亀製麺ができてからはなんかねうどんもなんか東京にみんな食べてくれるようになったんだけど、え、丸亀製麺と高知のうどんって似てます？うん、似てる。あの同じ四国だから、で高知って四国、うんうん、まあ、香川とちょっと、まあ、隣の県じゃ隣の県で、うんうんうん、ですぐうどんを食べに行こうかって言って香川に行ったら、うん、まあ、うどん一軒じゃなくってうどんのはしごするのね。何軒もはしごして、まあ、どこのうどんが美味しいかって、でなんかそのみんなで行ったマップみたいなのがあって、うん、それでこう食べ歩きみたいなのがある、食べ歩きってさどういうサイズがやっぱりちっちゃいね。普通のサイズなんだけどね、のど越しがいいから食べられちゃうんだ。わんこそばみたいな感じで、しかもね安いの、うん、向こうのねうどんなんかも自分でセルフのとこなんかだったら200円とか280円とかで、ね、食べれる。いいなで、あとなんかね、あの揚げてるものとか、うんうん、いろいろ自分がトッピングするのはもう自分で、そうですよね、お汁入れるのも自分だから。あ、なるほど、それもね、いいなと思って、うん、向こうので、さぬきの人たちのお昼ご飯はもう 90% がさぬきうどんだから、おそんなに飽きないのかなと思うぐらいね。だからうどん食べれるんだよ、うどん、モネちゃん毎日うどんでも、そういつかね、あのそう四国に行ってうど本家のうどんを食べてみたいなって、ね、なんか硬さが違う。そうだよね、なんかそうそう、よく食べる感じ、腰がなんかすごいっていう、腰、がすごい、すごいんだよね。どっかのいいどっかの県が、うん、うどんのすごいなんか柔らかいうどん、どこの県だっけな、多分あったんですけど、それが京都かな、なんか中、中尾のうどんは柔らかめなんですよ。あ、本当、そうそうそう、それ、純ちゃんそれ食べたらなんか怒りらしそうな感じ、あ、多分怒るかもしれない、ねえ、こんなのうどんじゃないって怒りそうな気がするけど、うん、また違うよね、あれも、へぇー、さくらちゃんは、私はですね食ではございません。お、はい、7月は、私はアプリを、皆さんに、うん、おすすめのアプリをですね、皆さんに紹介しているんですけれども、うん、今日はですねアプリのフライトレーダーというアプリを紹介したいなと思うんですけど、フライトレーダー、うん、まあまあ想像つくと思います、飛行機の、アプリなんですけど、うん、私もなんとなく勧められてあのダウンロードしたんですけど、めちゃくちゃ面白くって、うん、今飛んでいるヘリコプター、飛行機全部分かっちゃうんですよ。はい、そうなの、はい、今上空に飛んでるのは何だって思ったらフライトレーダーをピッて開くと、うんうん、まあ、ちょっとあの時差はあるんですけど大体があの飛んでるのが分かります。見えないで、あのなんかこうその飛行機をタップすると、うん、どこからどこまで飛んでいるもの、あ、上じゃないですよ、あの画面上をタップしていただくと、うんうんうん、あのどこからどこまで飛んでるやつなのかっていうのも全部出るんですよ。すごい。それはね、あの日本であの、まあ、例えば羽田空港の近くだったらこういうふうに今飛んでるのがあ、ちょん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 ってたくさん飛んでる、うん、でこれ日本だけじゃなくて面白いのが、あのどんどん地図を縮小していくと、うんうん、日本ではなく海外を飛んでる飛行機もなんと見られちゃうんですね。面白い。でちょっとこれはねアプリをダウンロードして見てもらったら分かると思うんですけど、今飛んでいる飛行機ちょっと皆さんにお見せしますが、これだけあります。すごい、もう虫のようにあります。すごい、気持ち悪いぐらいあるよ。すごい飛んでるんだなってい
うのが分かるんですよ、ちょっとね見づらい、会場の皆さん見づらいと思うんですけど、でこれをまたね地図をこう広げていただくと、例えばブルガリアって今あるんですけど、ブルガリアの飛行機をタップするとまたなんかこれはどこまで飛んでいく飛行機なんだなっていう情報も出るので、なんとなくちょっと世界に飛んでいる気持ちになったり、あ飛行機ってこんなに飛んでるんだっていうなんか驚きがあったりとかするので、私はこの、あのアプリすごい暇な時とかもねたまに見てるんですけど、すごい面白いのでよかったらね、フライトレーダーという無料のアプリになりますので、よかったら、ダウンロードしてみてくださいということで、私のおすすめアプリでした。すごいね、いいな、すごい、なんか飽きないね、なんか例えば友達がこの時間に飛ぶからって言ったら、それを見つけてやろうとか思って見つけてみたりとかもするんですけど、結構面白いですよ。すごいね、今着いたでしょって当てられちゃう。わかります、わかります、今ここねみたいな、ね、あとなんか、びっくりするぐらいなんか低く飛んでる飛行機とかあると、あれなんだろうみたいな、あるあるある。そうするとなんか自家用なのか、なんか一般で飛んでる感じじゃないやつとかも見られたりするので、あとヘリコプターも飛んでたりするので、でも 誰用のためのアプリなんだろうね、これって。何なんでしょうね、飛行機好きのため、飛行機好きのためなのかな、ね、でもよく見つけたで、ね、それ確かに、友達から、友達から紹介されたんですよ、フライトレーダーで。偶然なことに飛行機好きの女の子がいるんですけど、その子もまたフライトレーダー持ってて、あ、いるんだと思ってすごい面白いですよ。すごいね、はい、暇つぶしによかったらやってみてください。はいじゃあ残りは私しかいなくなっちゃったんですけど、はい、私のおすすめは、なんかすごいかけ離れてていいですか。カンボジア。お、来た、お来た、お、これをねずっと言いたかったんだけど、行ってからなかなかこの間もちょっとうちの母が具合悪くなっちゃって言えなかったんで、今になって。ピンチヒッターで素晴らしい方来てました。そう、本当ですかいや皆さん喜んでいただけたらそれで、まあ、こういうパターンもありでいいかなっていう。いやもう全然、いいですか、貴重な経験できたよ。いやもちろん純ちゃんいなかったの寂しかったですけど、めったにご一緒できない方と一緒にラジオできたので、ちょっと背筋が伸びました、じゃあちょっと私のいない機会も結構増やしてもいいですか。いやできれば来てほしいよ純ちゃん。みんな喜んでくれると思う。あ、で、まあ、話は飛んだんですけど、カンボジア行ってきまして、この間ちょっとちらっとしか言えなかったんですけど、本当に素晴らしい国だなって思ったのが、超アバウトな国でアバウト信号機がほぼなくって、4時ぐらいになると信号機がつき始める。なぜかというと牛がお家に帰るから。え、どういうことなんでやねんって感じで、夕方4時ってこと。そう、それでほとんど道を、もうどこに行ってるかわかんないけどバイクだらけで、でもう右からも左からもバイクが来てて信号機がないから、向こうの道路に渡るのでどう渡っていいか分かんないぐらいなんですけど、でもすごいノーヘルメット無免許、3人乗り無免許もう当たり前で、すごい、ね、国民の6割以上、半分以上は無免許です。それで逆走ありです。で皆さん怒りません。いや、こんな素晴らしい国は素晴らしいのかどうか自由だ ね自由です。事故は大丈夫なのかな、ね、本当にそれ、事故はでみんなゆっくり行ってるから全然ね事故にならなくて、譲り合ってるんですか。譲り合ってるで、そう逆走してきてもちょっと寄ってあげようみたいな感じで、こっちはもうね向こうから来たって思ってるけど、全然みんなどうなんか全然動じない感じで、楽しいですよ。食べ物も美味しいし、人がとってもよくって、あ、そうなんで、物価がまあめちゃくちゃ安いんですよ。日本でいうタクシーみたいなのが、トゥクトゥクっていう、トゥクトゥク聞いたことある。そう、バイクの後ろにちょっと馬車みたいな感じで2人乗りとか4人乗りとかになってるんですけど、それを、トゥク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 って言って、これ乗ってくれって言って観光客を見たら、もうみんなすごいもう一斉に怖い最初怖かったんだけども、みんないい人というか、2ドルぐらいあげれば3ドル向こうの人がもらったら、
もうみんなぼったくったと思ってて自分が相手の目見れなくなる。その代わり一日中とかもうどこまででもというかすごい行ってくれるぐらい物価が安くて、本当にぼられても1ドルとかそういう感じで、食べ物も美味しかった。果物もすごい見たことない食べ物があって、でブドウの形してるんだけど全部ジャガイモなんですよ。のちっちゃいあの小玉のジャガイモあるじゃないですか、小ジャガ、あれがブドウにくっついてるっていうか、ブドウの形してて、これジャガイモじゃないのと思って、見かけもジャガイモなんだけど、めくったらなんて言うんだろう、甘酸っぱいみたいな真っ白いあの、中国にあるほら、赤いなんて言うの、ライチみたいな中身みたいなのが出てくるんだけど、すっごく甘くて美味しくて、もう果物は豊富だし、あんなに食べ物が美味しいとは思いませんでした。イメージとね、ちょっと不安だなっていうイメージがやっぱりあるから、ね、多分全然みんなで行ける感じだと思いますので、はい、牛のために信号をつけるんですか。でしかもね、牛がね、一人で自分で散歩して、4時ぐらいになったら草食べて一人で帰ってくるらしい。牛、放し飼い？放し飼いで、野生的な感じだから、あの人間に懐いてなくて、で私分かんなくて近寄ってったら、突撃されそうになって怖かったけど、危ない。でも牛なんだか、ラクダなんだか馬なんだか分かんないぐらい痩せ細ってます。あんな痩せた牛初めて見ました。しかも真っ白です。白いんだ。真っ白な牛。それ牛？牛。本当に牛？牛なんだ。本当にすごい。で一応食べるらしいんですけど、でも食べられちゃう。一応なんかね、こうその農家として飼ってるっていうか、家畜っていうか。どうやって猫の放し飼いとは話が違いますからね。大きさもね。でも犬もやっぱりね、赤い犬が多くて、すごい上目遣いに見る犬が多かったんですけど、やっぱりでも後で聞くと。食べられるらしいですね、あとはね。でもほぼ飼ってるらしいんですけどね。はい、ということで、純香のおすすめはカンボジアでした。はい。さて、今週のテーマですが、本日7月31日は俳優の石立哲夫さんの誕生日だそうです。おめでとうございます、はい、ご存知じゃないかもしれないですけどね、石立哲夫さんといえばドラマパパと呼ばないでが大ヒット、当時子役だった杉田香織さん、チーボーも出演されていましたが、杉田香織さんといえば池中玄太80キロのドラマでの挿入歌鳥の歌も大ヒットとなりました。そこで今週のテーマは、あなたの好きな鳥料理を教えてくださいです。でももはやもうイエーイ、ドラマの鳥料理、ね、パパと呼ばないでって全く関係ないよね。そうですね、全く関係ないよね。まあ鳥料理、はい、ね、事前に番組公式ツイッターなどでテーマを募集したところ、たくさんのコメントお便りをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは順番に読んでいきたいと思います。ラジオネームスーパーナツミニストさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あなたの好きな鶏料理を教えてください。唐揚げ一択。おー、 美味しいよね。美味しいよね。美味しい。唐揚げ、美味しい。唐揚げは間違いないよね。じゃあございます、次行きましょうか。はい、はい、ラジオネームケンさん、あなたの好きな鶏料理を教えてください。焼き鳥かっこよりもビール、ビールビール一緒だと最高ってことかな。一緒だと最高ってこと、ね。焼き鳥か、いいね。焼き鳥も美味しいよ ね、 美味しいよね。大好き、はい、焼き鳥はね、中本家でしょう。ああそうだね。鳥そうだそうだ、のこと聞かれたらね、もう中本家と言っちゃいますが、はい、じゃあ私行きましょうか。はい、ツイッターの方で、いっぱいいただいたのでトントントンと行っちゃいます。はい、まずはラジオネームマッツンさん、親子丼
鶏料理に入るって言ってますね。ああ、親子丼ね。親子丼入る。親子丼の中の鶏、うん、が好き。あ、そうそうそう。あ、それの、うん、美味しいよね。美味しい。そして、ラジオネームキヨタンさん、カオマンガイだって。ん、何それ、なんか聞いたことあるけど、カオマンガイって鶏料理なのかな。なんか多分あのタイ料理、タイ料理だ。タイですね。じゃあどんどんいきます。モネファンさんからいただきました、はい、チキンライス。これ結構あの鶏が中に入ってるパターンが多いんですね。そしてこれな、ホシトさんかな、いただきました、サムゲタン。あ、サムゲタン好き好き、ただ鶏料理なのか謎な。え、どんな料理だっけ。でも鶏丸ごと一匹がちっちゃいね、スープの中に入ってるの、うん、あ、そうなの。そうそうそう、あのね、白っぽいスープの中に入ってる。そうそうそう、鶏が入ってる。あのコラーゲンたっぷりなんだよね。骨までもいいね。柔らかくて優しいやつ、あれ美味しい、いいね。みんな結構知ってます ね、はい、ツイッターの方からいただきました、はい、それではもう一人ですか。ラジオネーム、はい、D さん、あなたの好きな鶏料理を教えてください。タンドリーチキン。おお、来ました。ほら、鳥全開。いい、美味しい。鳥全開。いいね、いいね。これから暑い時期にちょっといい感じかも。いいね。鳥、鳥ね。いいよね。あのスパイスとかいろいろ効いてて美味しいよ。ね。え、はい。はい。それでは次、いくかな、また。はい。ではラジオネーム、アイザックさん。あなたの好きな鳥料理を教えてください。松の家の親子ささみ丼。松の家、聞いたことない。専門店なんでしょう ね、きっと。松の家ね、いっぱいある。あ、本当だ、ね、え、初めて聞いた。ね、カツとかいろいろあるね。なんだ、松屋系列だっけな。そうなんだよね。そう、松屋系列のとんかつとか、なんだろう、揚げ物系が多いんですよ。そうそうそう、すごい。でもそれ食べたことないな。親子ささみ丼だって美味しそうだね。お腹が減ってきますけど、うんね、はい、じゃあ私行ってみたいと思います。ラジオネーム中山さんからいただきました。あなたの好きな鶏料理教えてください。タルタルチキン。美味しいよね。美味しいよ。わかるわかる。あれもう、ね、あれだよね、タルタルだよね、もうメインが。もはやね、それね。はい、タルタルだよね。はいはい、じゃあどんどんいきましょう。ラジオネーム匿名希望さんからです。あなたの好きな鶏料理を教えてください。チキン南蛮。うん、いい。美味しいよね。美味しい美味しい、大好き。はい、まだあるんですけど、いいですか。どうぞ。はい、ラジオネームみなつきさんからいただきました。あなたの好きな鶏料理を教えてください。ローストチキン、鶏一匹丸ごと。ローストチキン、いいね。いいね。ローストチキン、クリスマス。あ、そうそうそうだね。そうだね。うわ、美味しそう。じゃあいきます。ラジオネーム、はい、マッツンさん。あなたの好きな鶏料理、唐揚げ。お、やっぱ唐揚げ人気ですよね。唐揚げ、はい、あっちゃんさんからも唐揚げいただきます。唐揚げ人気だの。ありがとう。やっぱ唐揚げですよ、世の中。唐揚げですね。はい。はい、はい、では今週もね、たくさんのお便り本当にありがとうございます。ありがとうございます。ございます。それでは、今週のうたじょミュージックは、中本浩二さんの歌をお聴きください。どうぞ。まあ、幸いにして、僕はドリフターズという5人のグループの中で育って、まあ、いやいややったけども、でも友達であることは間違いなかった。でも年とともに、僕は今78だけど、もう新井中さんという人が亡くなって、で怒り屋さんという人も亡くなって、来年は高木ブーが亡くなってで最後まで私は頑張っていこうと思います。なんでかっていうと、誰かが亡くなるたびに特番があるので、収入が増えるので、最後まで頑張りたいと思ってます。じゃあ皆さんとは、あ、やりましょうか。ワン、ツー、スリー、はい。ババンババンバンバンババンババンバン。じゃあちょっとやってよ、一緒に。一人でやったらバカみたいだ。ワン、ツー、スリー、はい。ババンババンバンバンババンババンバンババンババン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 
だな、いい湯だな、湯気が天井からぽたりと背中に。皆さんのライブの告知などあったら教えてください。はい、では伊藤桜はですね、ライブをたくさんやらせていただいております、そして、6月の10日にですね、伊藤桜のニューシングル BKY がリリースされまして、なんとオリコンデイリーチャート14位をいただいた、自信たっぷりのありがとうございます CD となります。よかったらね、ライブ会場または、ネットショップ、あとはお近くの CD ショップでも買えるので聴いていただけたらなと思います。他のライブの情報などはたくさん、ブログやツイッターなどにも出ておりますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、では夏美シャトーヌです。次のライブが8月の3日所沢航空記念公園にてライブが行われます。そちらね、ぜひ、キャパが2000人という、ね、野外ライブになりますので、ぜひね、皆さん、モネちゃんも一緒に出ますので、はい、はい、皆さんぜひぜひお越しください。よろしくお願いします。はい、今ね、社長のちゃんが言った同じイベントですが、明日からね、4日間連続でフェスをやります。8月の1、2が鴨川海水浴場野外ステージで、8月3と4が所沢航空公園野外ステージになります。皆さんぜひお越しください。お待ちしております。はい、そして純歌ですけれども、8月10日にですね、高木ブーさんのハワイアンフェスティバルっていうのが柏であります。アミューゼ柏クリスタルホールというところでですね、全席指定なんですけれども、一般席が4000円から当日が4500円になっております。はい、チケット前売りなどはインターネットで私も載せてますので、そちらの方見ていただきたいと思います。私も出演します。そして中本小路も出演します。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、そして最後に皆さんに、リスナーの皆様に、みなみちゃん救う会からご協力のお願いがあります。みなみちゃんという生後8ヶ月の女の子が、小さな体で拡張型心筋症と戦っています。生きるために渡米心臓移植手術が必要です。心筋が緻密な状態に成熟しない希少難病であり、心不全状態が悪化し、現在は補助人工心臓を装着して何とか命をつないでいます。そのために早期の心臓移植を目指しています。目標金額は2億8000万円。詳しくはみなみちゃん救う会のサイトをご覧ください。募金活動など日々行っております。どうか皆様の温かいご支援をお願いいたします。みなみちゃんの命をつなげるために、私たちからもお願いです。みんなでみなみちゃんを救いましょう。どうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、次の、公開収録が8月の12日祝日の月曜日、またここクロスストリートで、行われますので、よかったらね、また遊びに来ていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは水曜日も、来週水曜日もお聞きください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。